はい、では行きましょう。第5問ですね。以下では A イコール756とし、M は自然数とすると。括弧1は A を素因数分解すると、A は2のホニャ乗かける3のホニャ乗かけるホニャである。これはもう素因数分解だけなんでね、中学3年生の知識があればもう十分解ける問題ですね。ただ単に素因数分解なんでね、こういうのも中学3年で習ったと思います。わけわからん人はね、これがわけわからんという人は、中学のその素因数分解のところとかを見直してください。そしたら756は2の2乗かける3の3乗かける7というふうに表すことができるよと。その次ですね、さあそんな A の正の約数の個数は A を個であるということですけれども、まあここからはちょっと高校生レベルという感じですね。まあ厳密に中学3年生でもこの正の約数の個数を習うところも多いんですけれども、素因数分解と約数ってどんな関係があったかなっていうのは、ちょっとここでね、もう一度さらっと復習しておきましょう。例えば、具体例としてですね、12っていうのを考えるとすると、この12の約数は何があるかな？ね、1、2、3、4、6、12ですけれども、まあこれがね、ひらめかない、まあひらめかないというか、早く考える方法といえば、1×12、2×6、3×4 みたいなして、出てきたこのすべての登場人物が全部約数になるよ。1、2、3、4、6、12であると。ね、そういうふうにして12の約数は分かることができます。で、約数の個数はって言いますと、これは6個ですね。で、ところで12を素因数分解しますと、12っていうのはね、こういうふうに2の2乗かける3っていうことがわかると。で、ここで素因数分解のこのそれぞれの素数と約数にはどういう関係があったかっていうと、このすべての約数っていうのはこの素数、ここで出てきた素因数分解で出てきた素数の組み合わせで表すことができるんですね。どういうことかというと、12っていうのは2の2乗かける3の1乗っていうふうに表すことができるんですね。ここ、まさにこの数字そのものやと。で、1っていうのはどういうふうに表すことができるかっていうと、これは2の0乗かける3の0乗なんですね。つまり、この2の2乗かける3の1乗っていうのは、2の0乗か2の1乗か2の2乗まで考えてください。そして3の1乗っていうのは、3の0乗か3の1乗まで考えてくださいっていう意味だったんですね。この考え方ができれば、あとはこの組み合わせなんです。つまり2っていうのは、2の1乗かける3の0乗っていうふうに表すことができますし、3っていうのは、2の0乗かける3の1乗っていうふうに表すことができる。4っていうのは、2の2乗かける3の0乗で表すことができますし、6っていうのは、2の1乗かける3の1乗で表すことができる。そして12は2の2乗かける3の1乗。ね。この2の2乗かける3の1乗っていうのは、2は2乗まで考えてください。その中にある0乗、1乗も考えてください。その組み合わせで OK ですよっていう意味だったんですね。つまり結局、この素因数分解と約数の個数を照らし合わせてみると何がわかるかっていうと、この約数っていうのは全部この組み合わせなんですね。2の0乗、2の1乗、2の2乗の3通り。その各々に対して3の0乗か3の1乗の2通り。ね、つまり 3×2 の6通り、6個あるっていうことがわかるんですね。だから、なんかあたかも公式みたいに素因数分解したね、こことここに注目して、それにプラス1をした 3×2 で個数がわかる、みたいな覚え方をしている人もいますよね。つまりこれかってそうです。2の2乗かける3の3乗かける7っていうことは、これ2乗っていうことは0乗も含めた3通りあるんですね。3乗っていうことは0乗も含めた4通りあると。ね。7っていうことは7の1乗なんで、これは2通りあるんですね。つまり 3×4×2 の、これで個数が出る。24通り。つまり答えは24個っていうふうに分かるっていうのが約数の個数の求め方やったんですね。OK ですか？この2の2乗がなんで3通りかっていうのは OK ですよね。2の0乗か2の1乗か2の2乗の3通りっていうことです。ここも同様です。3の0乗、1乗、2乗、3乗の4通りです。こうやって個数も求めることができたんですね。それを試す問題がこれでした。で、ここまで学んだならもうセンター試験には関係なくなりますけれども、約数のすべての和の求め方っていうのもね、やっぱり再確認しておきたいところです。例えば12の約数1,2,3,4,6,12 でしたね。これを
全部足したら何倍になりますか。もちろんそのまま足してもいいんですけれども、もっと賢いやり方があると、12ぐらいやったらそりゃね、こう出して、全部足してもいいんですけれども、もっと賢いやり方があると。例えばこの756の約数、24個全部書き出して全部足すの大変ですよね。楽な方法があるんです。それはどうするかっていうと、やっぱりこの考え方を使うんですね。結局これを全部足すっていうことは、2の0乗かける3の0乗足す、ね、2の1乗かける3の0乗足す、2の0乗かける3の1乗足すっていうのを延々とやっていくっていうことですよね。つまりこれは書き方を変えたら、こういう式になりますよね。これ展開してみてください。2の0乗かける3の0乗足す、2の0乗かける3の1乗足す、2の1乗かける3の0乗足す、2の1乗かける3の1乗足す、2の2乗かける3の0乗足す、2の2乗かける3の1乗。全部出てきますよね。展開したらわかると思います。この6通り全部出てきます。ね、つまりこの形を作れば楽に求めることができるんです。で、あとはここから展開するんじゃなくて、展開したらね、元に戻って意味ないですから。それぞれ計算するんですね。2の0乗は1、2の1乗は2、2の2乗は4、1たす2たす4は7。ね、3の0乗は1、3の1乗は3、1たす3は4。つまり 7×4 で28。これで約数のすべての和を求めることができるんですね。実際これ全部足してみてください。28になります。OK でしょうか。だから、もしね、今回は問題になってないですけれども、この756の約数すべての和はどうなりますかっていう問題出たらどうしたらいいんですか？っていうと、これと同じことをやったらいいんですね。つまり、2の2乗っていうのは、2の0乗、2の1乗、2の2乗の組み合わせなんで、2の0乗、2の1乗、あ、ごめんなさい、ここ足すですね。2の2乗。こういう風にします。3の3乗まで OK ということで、3の0乗足す、3の1乗足す、3の2乗足す、3の3乗っていうことをやります。そして7は1乗まで OK なんで、7の0乗足す、7の1乗。ね、これ実際展開してみてください。全部出てきますよね。あとはこれを計算すれば、約数のすべての和が出てくる。ということがわかるんですね。そこまでを理解しておけば、カッコ1はいいと思います。